チャンネル一人飲み会ということでね今日は、えー、1台1000円激安軽、えー、の中古車を選ぶコツとメリット、えー、この辺のお話をしていきたいと思いますあのねまあ、この動画ちょっとあの、えー、普通に撮ろうと思ったんだけどねこのいつものね 居酒屋動動画画人飲み会のねににすることししましたたまにはいいでしょうこういうのもね飲みながらまあまあ雑談と思いってねあの聞いていただければと思いますはいざっくりとねうん。でねまあ今車に関するねあの何だろうその、まあ、こ,こだわりというか何て言うんだろうねまあ思いっていうのは人それぞれで、うん、あのいいと思いますあのいろんな考えがあってねこう。 まあ、新車でね、パシッとした車をね、自分が最初に乗るというのもね、もう全然、それもね、もちろんありだと思うし、まあ、あの、まあ、程度とかね、価格とか、まあ、あとは、まあ、新車でもう売ってないから中古車で探すっていうね、そういう、まあ、例えばビートが好きだ、あの、S660 よりもビートが好きだっていう人はね、まあ、こう、もうビートしかないわけだから、まあ、中古車しかないわけだからね、まあ、それは中古の中から選ばなきゃいけないというところでね、まあ、その中でね、 まあ、激安の中古車をこうなんていうんだろうあの、まあ、こだわって乗る、まあ仕方なしに乗るあの、まあ、いろんな理由でねあの選ばれる方あのいらっしゃると思うんでねなんかこうそのあたりのちょっとこうお話、まあ、激安のね1000円から出てる中古車ってどうなのよっていう話も含めてねうんやっていきたいなと思いますはいまああのー 要は、あれです。野菜でも何でもそうだけど、安いのは分けありでございます。ね、例えば、ここは傷がついてるよとかね、えーまあ、走行距離走ってるよとかね、もう場合によっては事故車だよとかね、不人気車だよ、色が人気ないよとかね。うん、まあまあ、やっぱそういう理由があって、初めてその1000円中古車というのが成り立ちます。もう1000円でバ、ね、バリバリの新車 極上者、買えない。<laughs> それは買えないです。はい。最初から言ってますね。まあもちろん、それこ、そんなことはもう、分かりきってね、あのー、言ってますから、あのー、<laughs> まあ、そんなことを言う人はちょっとまあ、頭がおかしいってことになっちゃうのかな。ま <laughs> これ言い過ぎかな。<laughs> まあまあ、あれなんだけど、まあ、それはちょっとまあ置いとこう。この際、この際ちょっと、あの、話長くなっちゃうからね。その辺はもう、バッともう、割愛します。ガッと。要点だけね。いや、要点はまた、 一人飲み会だからね、要点は求められねえか。ぐだぐだ喋りながらねあの、話していきますよ。うんまあ、YouTube だからね、あの視聴してるその皆さんがどのようなこう考えとかでまた変わってくるだろうからね。まあまあ、こんな考えがありますよっていう感じでこう軽く聞いてください。うんまあ、あともう飲,み飲み会の席だと思ってくださいよ。まあ、酔っ払いが何か言っとるわみたいな感じの、ね、感覚で聞いてくれればいいんでね。うん、はい。でね。 例えばもうあの別に軽で安ければ何でもいいよという人もいるだろうし自分でこうコツコツ直しながら乗るっていうのもまた一つの楽しみだよとまあもちろん新車は乗りたいけど予算の都合でねやっぱり安い中古車になっちゃうよとねまあそれでも車楽しみたいよと、ね、いう人なんかでもいいんじゃないかなと思いますよ。はい これは別に経緯に限らずね、普通車にも、普通車でも1000円の普通車ってあ,るまあ,ありますからね。はい。でね、えーっと、まあね、こうやってこう自分でこう、直せる人だったらね、コツコツ自分で消耗品とかね、タイヤとかブレーキとか、ね、あとまあ、 オイルとか冷却水とかバッテリーとかっていう、まあ消耗品を自分で変えてコツコツ直しながら、まあこう末長く乗っていくというのもね、ありだしね。でね、古い中古車でも、あのー、コーティングとかに出すとねけ、結構びっくりするぐらい綺麗になりますよ。コーティングの業者に出すと。僕ね、こと具体的に上げちゃうとね、キーパーっていう会社やってます。それでね、軽だったら、 7、8000円ぐらいで、なんかちょっと安いね、こう、ライトな、あの、コーティング。コーティングってまではいかないけど、まあ、こう、綺麗にしてくれるサービスあるんですよ、車。で内装だでも、6、7000円かな合わせてね、1万2000円ぐらい出せば、本当ピッカピカにしてね、車出してくれるよ。うん。で、僕はね、その安い、その車ピカピカにしてるサービスで、キーパーってとこね、 自分でね、あの、コーティング剤買ってきて、自分でコーティングかける。<laughs> そうするとね、安くできるっていうね。まあ、本当にガチで、あの、コーティング頼むとね、まあ、やっぱり、ああ、5万とか、場合によっちゃ10万とかね、かかりますけど、えーと、僕は、その、内装のクリーニングと、あとはボディのきれいに鉄粉取りとかね、きれいにしてもらうサービス使って、まあ、1万2千円ぐらいかな、ワゴン R ールで。うん、やってもらって、あとは、 4000円ぐらいのね、ガラスコーティング、すげえいいやつあるんですよ。えー、っとね、なんだったかなかあ、ちょっと、ちょっと調べていきますね。ああ、これこれこれ、ニュー、ニュービームってやつ、怪しいでしょ。これでもすげえんですよ。自動車用コーティング代ニュービーム、単品 40g ってやつね、ニュービームってやつ。これすごい。これすごかったよ。ちょっと、ちょっと、あのね、また別動画で撮りますけどね、調べてくださいね、皆さんね。ググれば出てきます。これすごい。ほんとすごい。 僕、これ、どうかなワゴンある。4600円ぐらいだったかなニュービームっていうやつね。ビューコート。ビューコートのニュービームっていうやつ。はい40。40g。4000円ぐらいで買ったと思います。はい。これすごい。これ10年持ちます。で、もう汚れもほんとつかない。 もうもういいもうもうもうさとちゃん騙したなってね <laughs> あの。もうこれ間違いない。<laughs> これもうすごいから。これ買っとけ。うん。あのもうもう。詳しくは調べろ自分で。うん。もうね塗り込みもね拭き取りも簡単。だけどもうめちゃくちゃすごい。そこら辺に売ってるやつとは比べ物にならないと思いますよ。そこら辺で売ってるようなワックスとは次元が違います。これググって調べてみてください。 車ピカピカ10年プロジェクトとかいろいろな、ほん怪しいんだけど、ホームページとかね、怪しいんだけど性能はもうとんでもない。っていうやつでやってます。はい。で、まあ、車を新車みたいにしてピカピカにやってますね。はい。ちょっと脱線したけどいいでしょう、今日は。話長くなるよ。うん。でね、えー、っと、急にまあ、選ぶコツなんだけど、まず一つ、まあ、筋、んとね、まあ、走行距離か。うん。 走行距離で行くとね、こだわんない人はいいよ。別に動きはいいっていう人はいいんだけど、いや、それでもな、できれば、やっぱ少ない方がいいね。あの、いろいろありますよ。なんかこう、走行距離少ないとメーター改ざんしてるとか、乗ってないから車の調子が逆に悪くなるとか、とかさ。あるけど、 やっぱりね普通車だったらね10万キロ走っても別になったことないんだけど軽で10万キロ走ると結構やれてくるね、うん、まあまあまだまだ乗れるけど乗れるけどね乗れるけどなるべくなら10万超えてない方がおすすめえー、っとまあこれ旬の部分ね旬の部分がまだちょっと残ってるよと、えー、いうところから10万キロさらに乗るっていうのはありだけどいきなり最初から10万は ちょっと、うん、大丈夫だけど、問題はないよ。車は別にそこだけ直せ、なんか具合が悪いとこだけ直せば乗れるからあれなんだけど、できれば10万キロ手前の車を買うのがおすすめかな、K の場合は。ボディーとかがガタガタしちゃうからね。うん。で、あと修復歴はやっぱりない方がおすすめ。はい。あっても走るけど、 もう今の技術すごい修復歴、事故車でもちゃんときれいに直すからね。やっぱりし、ただ、修復歴があると直進安定性とかが、やっぱり不安定になる。高速道路とか乗ったら結構疲れるよ。車まっすぐ走ってくんないからね。ブレーキ踏んだらちょっと傾いたりとか、まっすぐ走ったつもりでもこう、車がちょっと肩がるなんで、ハンドルをちょっと力入れなきゃいけないとかさ、常にね、やっぱこう疲労が増す。そういう使い方するんだったら修復歴はない方がいい。 ただこう、コンビニ行くわとかさ、とかその辺ちょろっと行って帰るぐらいな使い方だったら別に修復歴あってもいいんだけど、うん。あの、ない方がいいです。雪国の人とかだったら、ブレーキかけた時のこうバランスの崩れとかが少なくて、思わずこうスピンしたり、こう、振られてどっかわだちにズボーン突っ込んだりとかね、そういうのが少なくなるので、できれば修復歴のない方がおすすめです。はい。で、 これ大事支払い総額です、はい、あのこの車が1,000円ですって言われても支払い総額が高いっていうのは結構ある、うん、これは気をつけてくださいはいでねえっとやっぱり1,000円の車だったらね1,000円でもまあ1万円でもいいやうん、えー、支払い総額がやっぱね10万はなるべく超えないことですね 車検付きでもそうだなあまあうんまあ20万は超えてほしくないね、うん、そうですね、うん、えっとまあ例えば車検算がある場合それでちょっと増えるけど車検算がある車で12万十五、1 5万までこれぐらいが限界。 これ以上だと、まあ、他を当たった方がいいんじゃないかな、みたいな。で、車検整備、込み込みで20万超えない。うん。まあ、それぐらいのしょ、あのー、諸費用だったら、まあ、まあ、標準的ですよ。うん。高いとは言えない。安いとは言えないけど、高いとも言えない、うん、ぐらいのもそんなもんと思ってください。いろいろね、利益上げなきゃいけないからね、車屋さんも。まあ、そこは目作ってくださいよ。うん。ただ、この金額の範疇も、 どうしても自分がこの車のこの色が欲しいとかね。まあ、例えばビートの、ビートが欲しいとかね。それだったら、まあ別に20万超えちゃってもいいんだろうけど、ジムニーがいいとかね。まあ、そういう希少者、人気者に関しては、まあこの限りではないけどね。この自分が欲しいもの、価格に合ったものだったらいいんじゃないの、うん、自分が納得すればね。そこはね。 ただこう知らずに買って1,000円だけど25万になったわこんなもんかってなったらちょっとこう考えて、うん、ただその車が程度が良ければね走行ちょっとしかしてない傷もなくピカピカだったかぐらいでその金額だったらまあ、うん、まああとねピカピカの反対ボロボロ汚い車内が汚れてるではあってもさっき言ったように自分で掃除したりあとはこう出したあのそういうキーパーとかに出してね ピカピカにしてもらえばその分はほら得になるじゃんね一1万ちょっとかけりゃさそうなるから、うん、ちょっとねもう酒飲んで酔っ払ってて忘れてるけどまあもし覚えてたらキーパーのアドレスも書いときますキーパーねキーパーとさっき紹介したニュービームねニュービームのねアドレスも入れときます で、キーパーとニュービームに関してはまた動画作りましたよ。またベッドね。うん。いつか。うん。覚えてたら。<laughs> 飲んでるから忘れちゃうけど。<laughs> すいません。うん。でね、あとは、あのー、車を買うところですよね。えー、自分の住んでる地域だけじゃなくて、やっぱり全国を見てほしいな。 自分の例えば山口県に住んでたら山口県だけじゃなくってねなんかこういろいろ全国探してみてくださいよ全国から車をうん近場の車屋さんで買うってそこでまた面倒見てもらうっていうのもまだまだそれはそれでありだけどねうんでそれだけじゃなくって全国の車屋さんからこうお気に入りの車を探してねうん自分で車をこう育てていくという楽しみも ななんかこうう味わってほしいなと思う僕はそういうふうに買ってます、はい。で、その時に使うのが、まあ、グーネットであったり、カーセンサーであったりですね、えー、そのあたりの,あの中古車サイトで検索して探します。これ、宣伝っぽくいっちゃってるけど、別に、グーネットとかカーセンサーから何かもらってるわけじゃないからね、言っとくけどね。うん、ステマじゃないですよ。 うん、まあここでやればもうあのあの何て言うんだろう検索の条件でね、まあ、こうトップページから言って中古車エリア検索中古車一覧とかってまあ選んでてまあ車種別にね例えばこう軽自動ざっくり軽自動車なら軽自動車ねもしくは車種が決まってるんだったらもうその車種ビートでも NBOX でもワゴン R でもいいですよね選んでこう NBOX の1000円はないか <laughs> NBOX の1000円はないけどワゴン R とかね ありますからねアルトとか、うん、三菱のミニカとかなんかこうねあとはムーブとかタントとか出てきますよ結構。うん、でね、あのー、それを使えばねあの自分の。 欲しい車。ほんと一瞬で検索できる。例えば条件を入れればね、修復歴なしがいいとかね、グー認定者がいいとかさ、ね、走行距離はこれ以上じゃなきゃ困るとかさ、認識はこれまでとかさ、そういうのをこう細かく指定できるので、まあそのチェックマーク入れてね、やっていけばいいかなと思います。あとね、あの、これ私の経験上だけどね、経験上だけど、これ前今話したかな。 あの中古車が安い地域ねどこかっつったらね大阪と名古屋安いですね名古屋はやっぱり車文化がなんか発達してるからか競争が激しいからか名古屋安い愛知県ねうんあと次大阪大阪安いですね私大阪で2台買いました、はい、大阪安いねナンバー1車とか安いね大阪は うん、あと何か知らないけど沖縄と北海道は安い俺はなぜかわからない自分もひょっとしたら陸送が大変だから安いのかなっていうところがあるかな沖縄から県外に持っていくものって冷蔵庫とかでもそうですけどね家電とか冷蔵庫とかやっぱりその処分する費用が高いからあの中古で売られると安くなるとかねいうのがあるらしいそれ車も多分影響してるんじゃないかなと思いますはい。 分かん,ねん分からんけど知らんけど <laughs> 知らんけど大阪の人が知らんけど、うん、でねまあやっぱりこうやって全国でね、うん、あの陸送手配とかやってくれる業者多いですもうこの今このグーネットとかカーセンサーでね全国から買うまあヤフーオークションでもそうかうんあの全国から各地から車を買いたい人っていうのは多くなってて、まあ、配送って 配送のなんかね環境なんかもずいぶん良くなっててほんと全国対応ってやってくれる販売店さん本当増えてきいまだにね地元しか売らないよってこうねなんかこうかたくなにやる人もいるけどでも大体いい1,000円中古車屋さんって結構するの多いかな、うん、経験上だけどまあ一応確認取った方がいいですよ ちょうどね、そこのお店に確認取ってね、これだと思う車があったら、そこのお店確認取って全国配送できますかとかさ。うん。でね、まあ、配送もいいんだけどね。配送すると、うん、配送もいいんだけど、僕はね、あの、取り行きます。取り、直接ねじと、直接そのお店に行って、引き取りに行く。それで、その方がいいと思います。個人的に。うん。あの、例えばこう、 例えばねまあ陸送で手配したら7万円かかるとでも自分がそっちまで行ってあの宿宿,、ね、宿泊してまで行って引き返してくる体力もいるで費用も陸送の半額ぐらいかかると、うん、なったとしてもね僕だったら取りに行きまするなんでかって言ったらねやっぱりそれも一つのねイベントだと思うんですよ車買うイベントうん 車買うっていうのは僕の場合はね、まあ、たたたにそのものとしてじゃなくてなんだろうなもう一つプラスアルファがあるよねなんか車ってさみんなないですかこのように冷蔵庫とかエアコンとかと違ってさなんかこう車って生活必需品なんだけどなんか愛着みたいなのありますよね車好きだったらわかりますよねそういうの。 うん、まあそういうの知らねえっていう人はもうあの別に陸走でも OK です、はい。どんどん陸走してください。まあ、僕の場合はやっぱりあの愛着が出てくるんでね必ず。まあその引き取りに行ったね例えばわざわざ宿取ってねどこ知らない土地で宿取ってさその土地の何か料理食って翌日ねそのお店行ってこう引き取ってでその道中の帰り道になんかこんなことがあったとかね。うん それも一つの思い出になりますからね。僕、バイクでも車でもね、ほんと県外で買って、まあ、みんないい思い出ですね、うん。販売店の人もね、なんかいい人ばっかだ、そういうの、そういうの場合はね。うん、でね、まあ、えー、ちょっとまあ話元に戻してね。やっぱ、軽はね、うん、あの、車両価格が安い。でね、 一時期ね、軽自動車中古価格高かったんだけど、今安いね。なんか安い順に探しても、やっぱり軽自動車はやっぱりなかなかねやっぱり安い。うん。で、維持費が安い。ね、燃費がいいってことで、やっぱこう、コスパで乗るんだったらね、これね、最強のスーパーカーだと思うんですよ。うん。まあ。 あのね、エキゾチック感はないゼロですよスーパーカーみたいなエキゾチック感はゼロだけどね生活感はね100%ありますんであの軽、ー、ってね枠が限られてるんだけどこれがいざ中古車となったらね選択肢の幅はグーッと広がるだってさまあねハッチバックもあるしワゴン車もあるしね通る トールワゴン車もあるし、まあ、この辺は普通あとはね4駆もスポーツカーもありますよ。ね、えっと B とあとは何んダイハツのネイキッドあ違うな。<laughs> ダイハツはコペンね。うん。あと AZ1 それに何えー、カプチーノとかね。うん、ジムニーとかパジロミニとかね。 いろいろバリエーション豊富にあり,ありますよ。なんかこう、趣味性の高いものもね。写真は結構こう豊富にあるんでね。自分好みとか生活環境にマッチしたのをね、また探してみればと思います。はい。てな感じでね、今回はまあ1台1000円から売られている激安中古企を買う、選ぶメリットと,とコツね。うん、ちゃぐちゃ。酔ってるからごめんね。うん。はい。あの、これをね、 一人飲み会形式でやってみました。ねまあ、どうだったの ?20 分も話しちゃったよ。長いね、うん。すいません、長々と。というわけで、さとちゅんチャンネルでした。どういうわけだよ。